Would you be willing to project? Anna, just to be声をかけていただいて、それでやはり皆さんに会いたいなということで来させていただいているんですけども、今回もすごく久しぶりということで皆さんにお会いして、子どもたちが多分大きくなっているなという感じがしました。今この横にいる平が6年生になりまして、でその隣のメイが2年生になりました。でその隣のユウが中学3年生になって、みんな自己紹介、自己紹介。あ、私ですか。私は今3月いっぱいで前の会社を退職しまして、これからちょっと個人事業といいますか、保育ママという職業に なります。それで今ちょっと準備段階で少しバタバタしていますが、希望を持ってやっていきたいと思います。今日は呼んでいただいてありがとうございました。平君から平君も何か言う？マジ名前と学年と井上平です。6年生になりました。何が好き？スポーツやる？ゲーム。ゲームゲームが好きです。魚釣りは一番好きなゲーム。マリオパーティーデバイスのゲームはい。メイちゃんだ。メイちゃん、めいちゃん。井上優です。中3になりました。部活は美術部です。どこ高校入試するの？東京中高校。頑張ってね。その隣のひげ面。お疲れ様です。すいません、40年でありがとうございます。ちょっとこんな格好とひげ面ですいません。今前のヒートナインという天気の工場にいたんですけども、自分の成長ですね。ここ1月に辞めて、今月から、池袋のマメゾンっていう、渋谷の109の中でも、喫茶店が入っているんですけども。渋谷には4軒の喫茶店のケーキを池袋の方で作っています。ちょっといずれはそこでちょっとシェフでやっていきたいと思うので、ちょっと今頑張ってやっています。そんなひげづらんじゃどうかな。まあ今後とも家族ともよろしくお願いします。ゆうちゃんに食べてもらえるようなの作ってね。それが一番難しいよね。うん、次けこちゃん。こんにちは、皆さんまた会えて嬉しいです。けこめやほな。もしかしたらそこのスキスカが入ってないかな。入ってない。入った。はい、ごめん。それのもない。ケイコです。皆さんにまた会えて嬉しいです。で、花が今14歳で、
14歳で、アメリカだと高校1年だけど、こちらだったら中3です。ゆうちゃんと一緒だ。うん、9月から高校1年。で、ティムは今、RIT っていうところ、大学で働いてて、先生ではないけど。エネルギーエンジニアってどうやって言う？なんだろう、わからない。エンジニアだ。エンジニア。で、ジェイソンは今高校2年です。部活何やってんの？部活何やってんの？クラブ活動。高校のところはジャパンクラブって言ってアニメとゲーミングが好きな人がそのクラブやってる。ケンタロと一緒だ。そう。そうそうそう。で、花は9月秋のスポーツやってダイビング。ダイビング。ダイビング。ダイビングですよ。水泳じゃなくてこうやって飛び込んで。恐ろしい。恐ろしい。それで以上です。はい、ありがとう皆さん。来てくれティムが稽古は今マラソンのトレーニングやってるからって言わないですよ。なんでトレーニングやってんの？何の？なんでトレーニングやってんの？どうしてトレーニングやってんの？友達がずっともう3年ぐらい前かな、2年前ぐらいかな。あ、走ってんの？じゃこのクラブに入りなさいよって誘われて、その時はもう5キロのあれやったことあるけど、でその後その人たちがやっぱりマラソンやってたから結構もうやんなさいよって言った。その友達もこう20 全然それが 26.2 マイルだよって、44キロぐらいかな、それクレイジーだよって言ってやんないよって言って去年の5月初めてのマラソンやった。で4月の終わりでまた一つやります。テネシー州のナッシュビル市に行ってマラソンやります。すごいマラソンやってた。はい、マラソンの中やっちゃん任せてのはい、失礼します。マラソン堤明之です。去年結婚しまして、今向こうの方に、はい、入ったので、幼児の方が、はい、渡来から堤に変わりました。はい。で、まあ、子供が今ちょっと今日は来てないんですけども、1歳に今なってます。女の子ですか？女の子です。そんな言わないでもいいです。そうですね。で、まあ、まだ長女女の子が生まれてます。まあ、私の自信としては今、まあ、リクシルという会社に今は勤めての子会社になるんですけども、勤めてまして、まあ、建物を東洋サッシ、そうですね、こういう、ま、窓ガラスのサッシとか、あとはビルとかの外壁なんかを作ってる会社で、ちょっと今頑張ってるところです。皆様今後ともよろしくお願いします。かけちゃんお茶の話いっぱいしてましたね。はい、募集だって。はい、次男の、竹博と申します。ちょっと前回は来れなかったんですけれども、今回久々にゆうちゃんの方見て久しぶりなのでということで、あと今自分の実況としては茶道の方2年ほどやっておりまして、そちらの方も、まあ、仕事と共に、精進してまいりたいと思っております。今のところはそんな状況ですかね。うん、双子のもう一人今喋りますので。双子のもう一人の安弘。3回連続で皆さんにお会いして大変です。で今は
今の状況なんですけど、SMC という会社で勤めてまして、まあちょっとよくわからない会社なんですけれども、観光生まあとりあえず、あと今最近タケヒロの影響を受けて、でお茶の方を始めたりとか、あとはマラソンをちょこちょこトレーニングをしながら、全国行ってるでしょうね。いや2年前ほどにちょっとホノルルマラソン、あ、やったの、出場して2人で一緒に完走しまして、まあ、それがイエスを渡したかな。今後ともよろしくお願いします。あ、すごいすごい。マイタン、マイタン、マイタンの番、マイタンの番、おうたおうたおうたってから、お名前は田村、まあ、何歳？何歳ですか？2歳です。おお、すごい。すごい。すごい。お利口だね、まえた。田村彩子です。主人の、田村真也と娘の、田村まゆ、まゆが、昨年12月で2歳になりまして、まあ、今年七五三ということで、今からお着物着るんだよって言い聞かせをしているような状態です。私の方は今までずっと勤めている農協の方で、7年、次8年目になりまして、偉いんだよね。いや、そんなに偉くないですけど、金融の窓口部門にいるので、ちょっと資格の勉強しながらやってる状態です。シナさんも、勤め先の方は特に変わらず、モーターの方の、設計をされているような、そんな状態です。皆さんにお会いできて嬉しいです。ありがとうございます。これ自分の自己紹介です。しょうちゃんはいっぱいあるな。どうも、あやこさんの夫の田村慎也です。参加するのは2回目なんですけど、また僕もお会いできて大変嬉しく思っております。特に変わったことはなく、毎日普通に行ってますが、娘と一緒にお風呂入ったり、絵本読んだり、お昼飯サッカーを語ったり、そうです。まあそんな感じで日々過ごしております。また機会があればよろしくお願いします。以上です。こっち、こっち、向こう、向こうの人はそっち、あと美人の友子ちゃん、美人の友子ちゃん、私が一回やったら大丈夫、リタイアお姉さん、私お前お姉さん、美人の美人の姉さんと決まってんじゃない、他人が言う美人の皆様こんにちは、中山智子です。美人の友子です特にこう報告するようなことはないんですけど、ね、子供たちが大きくなっててね、自分たちも年取ったなって感じがします。で、本当にで、まあまだはっきり決まってないんですけど、今度福島の方に引っ越すことになりました。まだ決まってない、行きたいな旦那さんの実家が福島で、そっちに帰るところになって、今旦那の方は家を探しに福島に行っています。仲いいの旦那と。いいです。以上です、ね。はい、どうもありがとうございました。じゃあ次、じゃあ次、はい、頭の中な、ともこさんお願いします。皆さんはじめまして、大吾智子と申します。昔20年近く前なんですけれども、英語の勉強がしたいということで、島津さんの方にお世話になって、しばらくお家でお世話になって、もう何から何までしていただいて、帰ってきてからも本当に娘のように可愛がっていただいて、今でもお付き合いしていただいています。私の方は、今子供が2人おりまして、5年生の男の子と2年生の女の子がいま
ます。で、2人ともすごく島津さんのお父さんとお母さんって言って、もう。ついていて日本にいらっしゃるたびに声をかけていただくと子どもたちも一緒に科学館に連れてっていただいたりとか本当によくしていただいていつももう大好きで島津さんに会えるのよって言うと喜んでついてくる感じです。今度ディズニーランドだからねいつもお誘いいただいて本当にありがとうございます。喋ってよ、喋ってよ。僕の好きなことは誰？お名前何ていうの？大悟まさきです、僕の好きなことはゲームです。でも最近やらせてくれません。同じ、みんな同じ。何のゲーム好きなの？最近ポケモンにハマってます。最近っていうか前からです。じゃあ交代。はい、終わりです。はい、妹さん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。なんて言うの？名前。名前。お名前と今ハマってることと。なんで？島津さんは好きですか？うん。で、肉みです。肉みです。好きなことはゲームです。ねえ、なんで勝手に。じゃあ好きな食べ物はエビです。ねえ、なんでやってるに言うの？あと納豆も大好きです。お寿司が大好きです。それで血液が好きです。終わりです。はい、お父さん、お父さん。次、喋る人。パパ。何喋るの？いっぱい喋ってね。こんにゃく歌ったらいいよ。どうも、はじめまして。大悟正則と言います。先ほど話があったように、ともこさんが以前アメリカで勉強していた時に、お世話になったということで。島津さんもには結婚式の時に出ていただきまして、その後一昨年ニューヨークの方に家族で行きまして、その時に1週間お邪魔しました。で、私 の実の妹が今シカゴに住んでまして、でその後シカゴに、ニューヨークの後シカゴに行ったんですけども、会社の方がちょうど2011年で電力の都合があって夏休みの休みが変則になってですね、シカゴにはもう一晩しかいらずに帰ってきたって。相当妹は良かったんですけど、妹の旦那さんの方がですね、なんでシカゴに一晩しかいないんだっていうことで相当なんかちょっと不満を持ってたようなんですけども、そんなことがありましたけども、こういった会で本当の恐縮なんですけども、お誘いいただきましてありがとうございます。皆さんまた皆さんにまた会えて本当に嬉しいことで、本当出てきてもらってありがとうございました。主人ベンと子供たち秋元、今手元は7年生で、それは11で、宮子は3年生です。3年生。そして子供たちは秋元は理科が好きで、算数も好きで、空手も好きで空手をやってます。宮子は空手ですか？空手のジュニアブラックベルトだから、黒ベルトの黒。おー、怖っ。今ね、ジムナスティックと
あの 絵を描くのとか話をかあの描いたりが一番好きです。それでベンちゃんはあ会社で忙しい、まだストラクチャルエンジニア同じ会社で働いてます。そしてもうだいぶ偉くなったの。はい、偉くなってます。Yes, いや私はまだハンドベルの、 あの教会でやってて、ここ夏にあのまたインターナショナルシンポジウムであの韓国に行きます。それでそうです。で、英子ちゃん、私はハンドベルで毎日何日、あ、毎日は子供たち あの面倒で、でもあのそれ夜あのハンドベル3つのグループあって、それをあの忙しくあの指揮者をやってます。はい、見てこっちか、ユウさんだ、一番年下の一番年下だ。はい、あのいつもお呼びいただきましてありがとうございます。隠し方はね、いやいや、私は健一さんとその下に雅子って女の子がいて、その下に誠さん、違います。違います。誠さん上です。その間にじゃあ、ね、下に下です。下にあの雅子っていうのがいまして、あの22年に亡くなりましたけども、今一人で独身でございますので。嘘。いや、あの実際にあの健一さんにいろいろお世話になって、誠さんにもお世話になってますけども、私がここへ来てもいいのかなと思いながらあのお付き合いさせていただいてます。いつもありがとうございます。ニューヨークに対して北海道行ったとか言わないし、あの私あのまだバイク、あの大工なんですよね。 町の大工って言って、一般家庭のリフォームだとか新築の仕事を未だにやってます。自分で歩けるうちはやれるんじゃないかと思って、だからあの職人さんたち、私は職人さんたちをいろいろお願いして、昔で言うと大工の棟梁っていうのかな、棟梁、親分、親ボス。そんなような仕事してまして、いまだに歩けるうちはやろうかと思ってますので、以上でございます。ご質問があればお答えします。お嫁さんもらわないの？お嫁さんもうこの年になったら来る人いないんですが、見た目は若いんですけど、もう年だから、はい、頑張ってください。内原さんですか？はい、そちらどうぞ。年下でしょ。あの、2番目の誠です。お姉さんだけは昔から怖くて怖くてね、もう大変だ。最近は、ね、やっぱね、あの打ち解けまして仲いいんですよ。あの私は今ね、もうリタイアして何年かな、何年か5、6年何にもしないでいますけど、何にもしないでいるっちゃ大変なんですよ。うちのは今私を病気にさせようと思って、あっちの病院こっちの病院連れてって、とうとう今病気なんじゃないかと思って心配してるんですよ。でも今のところは元気でピンピン。朝はパチンコ、午後からはあのパソコンのゲーム、それで一日終わりです。で前はあの家事をね、お弁当をね、朝みんな作ってあげたんだけど、もう最近はそれもやめて、で夜の晩飯ぐらい作るぐらいで、ほとんど今何もやってないんですよ。だからみんなのとこで、なんか友達のとこでも、その師匠さんとかでもなんか使うことあったら言ってくれ、いくらでも行きますから、暇だから。そういうことで私今病気になりそうなんで、病気しそうなうちの嫁さんにちょっと話させますから。病気にさせようとしてる本人です。こんにちは、ご無沙汰してます。嫁で向こうの、あの渡来ゆきえです。あ、私向こう入りして2年目なんですけど、再婚同士で、ほやほやです。一応あの長く
15年ぐらいは一緒に東京はしてたんですけども、あの席を入れたのは2年前です。年金目当てで。私は1月で一応会社の方を辞めまして、一応あの主人の方が72になるので、ちょっとそろそろ危ないのかなっていう介護ではないんですけれども、その辺を一応見守りをしていこうかなというところで、今あの専業主婦を本当にもう20年以上ずっと勤めてましたので、あの今専業主婦をあの味わっているところです。今日はあの本当にあの久しぶりに皆さんに会えてとても嬉しく思っています。あのお招きいただきましてありがとうございます。いつもいつもあの大勢で押しかけてしまいまして本当にありがとうございます。以上です。では最後に、兄貴の方で、はい、ボスからどうぞ。ボスからだ、やっぱな。すごい力のないボスこれで通ってるかしら。はい、いざボス。本日は皆様ようこそおいでくださいましてありがとうございました。なんかいつもお呼び立てして私たちが来ると申し訳ございません。お時間作っていただいてありがたいことです。私はもう何もしないで、ただこのそばにいるだけで、あの電気が切れたよって言えば直してくれます。とてもいい主人なんです。雇うと高いから。そうなんですね。それであのお金がなくなったら、あの外行くんだったらお金も買ってきてって言うんですね。そうするとお金も買ってきてくれます。とってもいい主人でございます。というわけで私は何もしていません。ただただそばにいるだけです。でうちがうまく回っているという、そういううちもあるんです。ですから皆さん、あの女性はうちに最近うちに引きこもってると何かこう肩身が狭いように思う方が多いみたいで、皆さん外に出ていきますけれど、私はうちにどっしりと座っていて、うちの中がうまく回ってるかなって見てるのもいいんじゃないかなと思います。ということです。でも普段は何してるんですか？普段はね、テレビを見ながら、なんか勝手先のことをしてます。あの、それでテレビを見るのがね、アメリカに最初に行った時に、誰も友達もいないし、英語も喋れないし、英語に慣れなくちゃいけないっていうので、お友達がテレビを持ってきてくれたんですね、古いテレビ。その頃、白黒のテレビ。それを一日中かけて、探すと古い映画ね、日本で見たような映画をやってるんですね。それを一日流しっぱなしにして耳で聞いて見るのはちょこちょこと見る、そういう習慣がついてしまって、なんか今でも一日中テレビがついてます。見てなくてもついてます。僕と一緒だ。そうですか。そういう生活をしております。はい、あのね、お姉さんはね、アメリカ行ってすぐ英語喋れるのに免許取ったんだよ。免許取った。そうそう、下手な鉄砲も数も当たると思って行ったら一発で受かりましたから。英語ペラペラじゃないの。勉強したな。勉強はしてるけどね。また家族一人増えた。最近思うんですけども、あの本当に僕はあの幸せな人間だなと思うんですね。お金はあのないんですけども、家族がいっぱい、子供がたくさんいて、孫もたくさんできてきて、親戚もたくさんいると、あの一人で生活してるんじゃないなということで、特に今日みたいにね、たくさん来ていただいて、あの大御さんのとこも本当にあの飛び込んじゃってね、申し訳ないです、家族としてあの、本当に幸せだと思います。あの今年で四捨五入すると80になるんですけど、76年ですが、四捨五入すると80なんですけども、
まだまだしばらくね頑張らなくて日本でオリンピック来ますよね、そのうちに。でその時にですね、あのボランティアでガイドを したいということで、今スペイン語を一生懸命勉強しています。それでこの前ね、あの5級ってのを受けて、今回ね、6月に4級ってのを受けてやろうと思っています。ということで頑張りましょう。2020年か、無理かなということで、今日本当にね、久しぶりで皆さん会えて楽しく、ありがとうございました。でまた次、うちの子どもたちが一緒に来れるっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけども、また個別にね、お話を伺いたいと思います。どうもありがとうございました。それからね、机の上にiPad があるんですけども、それの中にね、今までの写真とか子どもたちの写真がいろいろこれありますから、ご覧になってください。ジェイソンの声聞きたいな。声あるのかしら。ジェイソンの声が聞きたい。